レベルが17くらいになってスキルも触れてきてるんで高額荷物が出るようになったぞ。これ確か2万7000円の仕事でっけ。今お金貯めてそろそろ事務所と従業員やっとくぞ。てなわけで今日は珍しく一人だぞ。いつも最近はなんかうるせえ連中ばっかりとやってるからな。まったりドライブだ。喋っとると集中できねえんだよ。今日は別段大して話すこともねえからだんまり運転で行くぞ。今あれイギリスにいる。リアルだな。タロさんはもう倉庫を買って従業員も買って従業員は買ってんじゃない、従業員も雇って違う違うから、やめたから。ヨーロッパはもうそういうの従業員雇って会社の運営が始まってんだよね。俺もそろそろ雇うぞ。ギアチェンはね上り坂の時はちょっと落とし目でパワー使って登るぞ。倉庫が今18万円だから、ああ結構踏んでいいの、もう危ねえな。荷物あるし50キロぐらいでいいよ。安全か安全じゃないかで速度決めるんだよ。これどうやっていくのこれ、直進してもらうよ。オッケー。こういうね低速でパワーかけたい時はちょっとダメだ、大雑把にもらうぞ。踏んで踏んで踏んで、オッケー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 。セーフゾーンじゃん。へえ。
ボルボにすっかり慣れちゃってるからさ、スカニアとかもすっげえ音でかくてびっくりしちゃったよ。ギア上げてもエンジン音が車内にグワングワン響いてくるから、話するときすごい遮っちゃうんだよな。面白いわ、ボルボ静かなんだよね。本当だったらいつもね、そうだそうだ、ちょっとで、ラジオでこのチャンネルいいぞ、このチャンネルすごくいいぞ、一瞬だけかけてみよう。俺いつもこれ最近聞きながらやっとる。イントロクイズだな、これやめとこう。YouTube 先生に怒られるから、うん、まあ、80年代のヒットソングがガンガンかかるみたい。すげえ結構知ってるようなのバンバンかかるから気分いいよ、聞いてて、うん、この前クイーンかかってた、あとアーハかかってた、テイクオンミーとかクイーンのバイセコーかかってた、うん、いいよ、大体知ってるよ、うん、もうなんか古すぎて顔真っ赤になっちゃうようなのもかかるけどでもなんかいいな、しびるなっていうのもかかるし、うん、面白いしさ、いいね。意外となんかこういうトラック系で激しいな合うかなと思ったけど合わねえ、うん、俺はなんかロックとかメタルとかかけながら走るよりもポップとかまったりしたのがいいな。ストレスなんない、運転してて。変だね、大人っぽすぎてなんか嫌にムーディーなのもムカつくけど、うん、ユーロトラックのトレーラーにかかってるようなくらいのポップ感のやつはいいね。ユーロトラックのトレーラーの音楽すげえいいぞ、ホットっていう曲のやつ、まあ、検索してユーロトラックシミュレーター2の公式トレーラーぜひとも見てもらいたいね。曲使うと引っかかっちゃうんで、あれユーロトラックの音楽じゃないんで。公式で使ってるアーティストの曲みたいなんで、すげえ合ってる。次のインタビュー左折か、ちょっとクルコン切っちゃう。あれか、あそこね。本当はウインカー出さなくてもいいんだけどね、安全を考えて。いやー、マニュアル楽ちんだな。上りが不安ねえよ。オランダまで持ってくんだったっけな。ディッツバーグどうだったっけな、オランダだったかな。アムステかロッテルダム経由でフェリー経由で行くんだったような気が。これ左折ライン、左折レーンから行く右折か。やっとヨーロッパのインター慣れてきたよ。今イギリスだぞ。忘れんねや、大陸行ったら車線変わるからな。クルコン抜いちゃおう。あ、ここきついんだよ、俺視界も悪いし。これ素人泣かせだよな、ここ。ちょっとエアー使って、
3速まで落として、いいんじゃない、キーボードでここまでできてたら。なんかいろいろ機材揃えようかと思ったけど、コントローラーとか、この一人でやってるくらいの安定感があれば、事故はないよ。ちょっとミラーをこうやってチラッと落としていくのがいいんだよね。この位置がとても素敵。真面目にやってりゃ、おお、キーボードいらないよ。キーボードで十分だよ。なんかね、ガソリンをね、アクセルに合わせてリアルにシミュレーションするっていう機能があるんだけど、ちょっとそれもやってみたいな。結構エコドライブ心がけて低回転で走ってんだよな。60キロだとちょっと早いな。エンブレでいいや、エンブレで。やべえな、後ろのトラック変な抜き方すんじゃねえだろうな。コンボになってきちゃった。まあ、煽ってるわけじゃないからいいか。おお、綺麗。今のはギアでよかったね。エンブレでよかったね。今すごい楽しかったからわからないだろう。いや、でもこの動画パート今30超えだから、ここまで見てるやつは分かってんだろうね。ワイワイやるのもね、楽しいんだけどね。早くアメシブ出ねえかな。あ、ここか。え、あ、先か。お、ソリソリソリ。ここ苦手だな。細いんだよね、一車線とか言ってよ。ちょっと右折の内輪差に気をつけて、ちょっと左側結構めり込ませるくらいの気持ちで。脱輪すんなよ。 OK。 これは俺はマニュアルじゃないとちょっとできないな、ここは。低速ギア使って左折か。ボルボ乗り続けようかな。外は新しいトラック買おうかな。なんか
ブレーキとかアクセルとかの感触が違うっていうんだよね。それがちょっと怖いやら楽しみやら、合流か。行けないの？おお。うおー、吹けねー、吹けねー。こいつあげようかな、パワー。いやでも新しいの乗ろ。フェリー乗り場か、ちょっと速いな速度。おお、綺麗じゃん。横向きたいけど我慢だ。へえ、あんまここ使ってる記憶ねえな。あ、いい時間帯に走れたな。マルチね、 AI カーないの寂しいんだよな結構。同期大変なんだろうけど、俺シングルすげえ好きだからな。早えよ。こっちは荷物、大荷物で、もうさすがもうステア切るだけでキシキシ言ってんだから。いいよ50キロで。次は道なりに右折か、右折かな。ちょっとコーナー手前で悪いな。あんま良くないな。道知ってんだったらもっと手前で車線変更したいところですね。フェリー乗れば強制的か。エンブレ使って、この野郎安心してサイドバイサイドにしやがって。じゃあロータリー一緒に入ろうか。でアウトかロー。あ、俺のね、スタリング、細いんだ。高速、7、80キロに合わせてから、低速でのステアの切り返し遅いんだよ。オッケー、オッケー、オッケー。そこはもうちょっとキーボードの泣きどころだな。まあなんとかなるよ、ごまかせるよ。なんかね、ステアをブーストするボタンあればいいんだよね。低速時にステアをくるくるくるって早く回す、なんかコントロールをしながらステア切るとかね。でブーストかかってくれればいいんだけど、リニアってやつ。まあ、港ってだけあって交通量多いな。よし、ちょっと一回アウトにノーズ出して、すまん、トラック通るよ。あ、すいません。
あ、すまんすまん、くれよ。ありがとう。結構かかんな。あ、ロード画面が。もっと見せろ、これ。こっから。これ道なりに出てって。大陸だから右車線だぞ。あぶねえ。狭いしな。今度はロータリー右回りか。怖いな。交通量少ねえじゃん。オッケーと。あ、もうすぐ着くじゃん。あ、そんなことなかった、剣について。あ、こっからごちゃごちゃしてんだ、大変だぞ。景色綺麗だの。すごい綺麗だ。アップで様々だ。出た出た、あのなんかチュパチャップスみたいな建物。何なんだろうな、あの丸い棒。おお、結構出してんな。いかんいかん、標識見落としてたわ。オッケー、危ねえ、切符切られちまうぜ。80キロ制限か。
ちゃんとこっちの運転が安定してると AI カーもこうやって警戒しないで接近して抜いたりしてくれるんだよね。もう多分コントローラーとかには戻れないんだろうな。ステコンだったらいけんだろうけど、コントローラー間違ってグッて強くアナログスティック倒して車転倒させそうで怖いもんな。相当キーボードの感度落としてるから、スピードさえ出さなきゃ全然安定して運転できるんだよね。ちょっと車間図というか車の流れに合ってないから70ちょいまで出すか。あと横幅と一車線分の感覚がつかめるようになってきたんだよな。おお、いいよいいよ、譲ってやるよ、譲ってやる譲ってやる。こういうなんかこう街のギアの一つになっていく感じがいいよな。ダメだぞ、乗用車吹っ飛ばしたり、ペナルティーがないからって吹っ飛ばしたりしちゃ街の一部になるんだよ、ユーロトラックが。キリッ俺程度が行っちゃうっていう。おお、段差怖い、なんか踏んだわ。なんかつなぎ目かなんかか。なるほど。90だからみんな飛ばしてんのか。俺確か72を運んでっから75キロ制限だっけな。なんだっけな、まあ70キロくらい走ってんのがいいよ。確か重量だったが車幅制限で荷物によっちゃマックス出しちゃいけなかった気がする。あ、俺弾薬運んでんだ、あかん。次はインターチェンジが、あ、だいぶ運転に余裕出てきたな。インターチェンジ、これ右降りてくのかな。右から左に曲がるタイプか。 OK。 なんだよここ意地悪だな。昔の上だと引っかかってるよ、絶対通り過ぎてるよこんなの。Aブレーキで30キロくらいに抑えて、重たい重たい、荷物重たい、さすが22トン昔の俺だったらやってたぜ。二速スタートにして、いいよ、あ、ありがとう。待って待ってよ、日本ステ、日本式
残り20時間楽勝だな。油断しないように行こうか。消え飛んでるね。いやそれにしてもいい時間帯だ。おーっとここきついな。ちょっとナビが結構大雑把だったな。こうない感じでスパーンと行ってたな。あそこ中途半端な速度で飛ばしてたらやってだろうな。安全運転だからリカバリ効いたぜ。後ろのなんだ、バンカー？トラックか？やめてくれよ、こんなとこで追い抜きとか。おしゃ、今のナイリンサーのイメージでは頭の中でできてたぞ。オッケー。わあ抜きに来た。あー抜きに来た。抜かしてやろう。あいや怖え怖え。前いいとこで抜いてくれたわ。バカじゃなくて助かった。疲労が大丈夫で、ガソリンもそろそろか。半分か、余裕だな。お、ドイツだ。ドイツ、ドイツだよな、これ。ん？フランス？ドイツ？ EU の旗だ。あ、まず、あの、三色色の国旗ってほんと混乱するよな。なんで三色好きなんだろうね。まあでも最初日本もあれでしょ、日の丸か白黒二色のツートンのあのやつにしようとしてたんでしょ。困るよな二色系は。また抜いてくんのがいいよ。ほら運転疲れ出てきたよ。もうこれ一人で仕事上がりとかにやってるともうマジ寝ちゃうんだよ。この前に居眠り運転で やったよ。もうガードレールボコーぶつけてダメージ 6% 入って4000円取られたよ。前回なんかはタロさんに居眠り運転しないように無理やり話しかけてもらいながらやってたからな。寝ろそこまでしてやるね、うん、すごいリアルだよ居眠り運転なると。怖い怖い。あ、居眠り運転ってこんな風になってんだなっていうねシミュレーションになるよ。ゲームだからいいけど。なんだ過労運転は確か飲酒運転並みにきつかったと思うんだよな点数。ここびっくりしたな。ちょっともうちょっと前に対応すべきだったな。ちゃんと姿勢作ってたからよかったけど。ごめんよ、ちょっと一時停止するわ。一時停止、徐行状態。おい、
いや、本当はきっちり止めたいんだけど、ごめんなさい。アクセル踏むのすっげえかったるいんだ、このトラック。もう荷物重いから。というリアルな、リアルなことをしてしまったぜ。安全をちゃんと確認した。大丈夫、大丈夫。あ、本当は一時停止で停止したから止まんなきゃダメなんだけどね。止めてから吹かすの大変なんだよ。このヘアピンで、ヘアピンってことでもないけど、この R で80は出したくないな。時間全然余裕あんじゃん。余裕余裕。50でいいよ。嫌な予感がする。悪事になった。ピッツバーグ。おっとっとっと。これ視界効かないとこは嫌なんだよな。オッケーオッケー。まあ55キロくらいでいいや。もうちょっとやだ。もうちょっとここは危ねえ。アクセル抜いていこう。50でいいよ。50で危ねえ。よく太郎さんかっ飛ばして事故起こさないよな。無理だよ、俺にはできねゲームのあれじゃないからリアルな、リアルなあくびだから。これね、運転がね、こう慣れてくると本当にラジオとかでいい曲かかってないと本当に睡魔が襲ってくるんだよね。リアルだよ。今ここ下道だからやること多くて集中力高めだけど、上の道とかでね、あとすごいよ、単純で眠くなるよ本当に。ちょっと見てる人が俺に話しかけろよ。俺ばっかりにしゃべらせてんじゃなくて、無茶言うな。どうすりゃいいんだよ。俺なんか話しろよ。後ろのトラックは結構おとなしめで助かるな。 AI の性格付けとかってあんのかな。無理くり抜いてこようとしねえな。あ、でもなんかチラチラセンター割ろうとフェイントかけてる気がするね。
あこんなとこで抜いてほしくないね。車間一定に保ってくれりゃいいんだが。いいね、あの AI でも。こうちょっとリュウリュウさんとかソラさんにチェックしてもらった感じで、こう荷物の、まあ、右後ろ、一番右後ろの車輪のイメージを作りながら曲がっていくと。あーくそ、おにぎり持ってくればよかった。いずれ慣れたらあれだぞ、2000キロ3000キロヨーロッパ横断マルチでやろうかなと思って。ちゃんと荷物受け負って配達して、チートとか使ってお金関係なくなってる人もちゃんと荷物取ってちゃんと届けて、だから途中バラバラになったり合流したりしながら、まあ、イギリススタートで、うん、ポーランドなのか、それともヨーロッパ一周北上して東に行って南に行って戻ってくる、スカンジナビア行ってポーランド行って、南だからハンガリーかな、だっけ、ハンガリー、イタリア、フランスでイギリスか、合ってるかな、チリ。ヨトラのおかげでだいぶヨーロッパのイメージつかめてるはずだと思うんだけど、ヨーロッパ一周でもいいな。でもそれやったら多分10時間くらいかかるんじゃないのかな。で休憩は本当にリアルにサービスエリア入ってパクパク食べたりする、うん、テレはどうだい。うん、はあ、眠気を抑えながら夢みたいなこと言うのさ。おう、クルコン優秀。次左折か。この設置してるカーナビのメーターが何なんだろうな。あと10くらい。もう惰性でいいよ。タルさんがな、エンジンブ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 ン鳴らしてると怒るからな。エンジン痛むだろうがっつって。おっと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 、まあそれより俺はアクセル全開で運転してるタルさんの方が心配だけどな。大丈夫だよ、リミットかかってるし、2500回転くらい痛まねえ。ボルボなめんじゃねえや。
あいつも右折か。同じ場所かな。なんか、わかんない。ちょっとフレンドさんでさ、別のゲームで一緒に遊んでるフレンドさんがさ、2人ほどユーロトラック買ってさ、うまくいったら俺に後輩できそうなんですよ。暗くて何も見えやしねえな。サイドスカートかなんかにライトつけらんねえかな。まずいぞこれ。いや、ついてるけど弱えんだよライト。もうちょっと明かりの強いの つけてえな。法律上ダメなんかね。ダメダメ、見えんわこんな街灯もね。リアルだな感覚が。後輩できそうなんだよ。楽しみ なのである。なんか一人の人はちまちま練習してるみたいですけどね。でね、ユーロトラックとか動画が長い系の動画って編集ちょっと大変なんで、特にみんなでやってるやつはもう不適切発言してないかとか、P 入れたりとか、チェックが大変なんで、まあ編集に時間がかかってしまいますと。すいませんと。で、編集に時間がかかると、アップするのを忘れたりとかするんだよね。バトルフィールドとか夢中になってて、他のゲーム夢中になってて、あれだな、なんだ私のそのアップ主が上げてる自動でつくコメントがあるんですよ。何にも入ってないメッセージ欄、メッセージが何も入ってないコメント欄があるんですよ。あそこを高評価ボタンポチッと押してくれれば、そのこの動画チェックしてるぞっていうのが分かるんで、したらアップ早くなるかもしれない。忘れてったりしたらポチッと押してやるといいかもしれない。動画の高評価ととか、あれだな、あと俺のメッセージ欄のところの評価ポチッて押しとけば気づきやすいな俺は。なかなか手のいい高評価稼ぎを思いつくじゃないか。あれをね、押すとね、そのアップしてる人のね、動画のね、欄にね、管理者側にね、こう鈴のマークがつくんですよ。ベルのマークがつくんですよ。で、何の動画にベルのマークがついたかって教えてくれるんで、それで飛べば、まああれだな、単純に動画まだあちんちんって、その一番新しい動画のところにコメント書くのが一番早いのかな。まあコメント書きたくねえよって人は高評価ボタンを押せば分かりやすいぞ。あ、見てるし、そろそろ上げてほしいのかなって、とかなんとか言ってる間に着いた。さあ、かっちょよくリュウリュウさんとかソナさんみたいにパチッと一発でな、決めれりゃいいんだけどな。極悪さんとかもな、すげえかんな。ステコン900度憧れるわ。キーボード組の意地を見せてやるよ。いかにキーボード組が遊んでねえか見せてやる。
あーちょっと余裕を取りすぎた。よいしょ。まあちょっと待って、まあ許してくれよ。オッケー。おお、ちょっとずれたな。オッケー。無事故無違反、まあ、最近こんな感じっすわ。キリ。まあ睡魔との戦いだな。安全運転は結構眠たくなるからね。大きい、すっげえの、うまっ経験値。あ、長距離ボーナスってやつか。でかいね、こりゃ。嬉しくなってもう一本走りたいとこだけど、もう時間がないのさ。1時間動画か。進行取り歴、バグってほしくないんだよな、もう。マルチやってるからな。ちょっと数字が怪しいんだよにょん。すぎるね、今ね、こんな感じ。アドバイスもらって長距離今度埋めていく。そしたらやっぱすげえ高額荷物出るんで。プレートマーケット今2万5000出るようになってる。うお、うまいな、この仕事。オーランドじゃん。面白いな。単純な結構まっすぐな道か。早くスカンジナビア欲しいな。都の東欧ですよ。東欧じゃねえや、北欧ですよ。日本人が一方的に夢を見続ける北欧ですよ。大体スカした小説が多いんだよね。なんかカップルが好きそうなスカした小説とか映画とかが多いんだよな。男は黙って共産権ですよ。ロシアとかの泥臭い方がいいわ。プンプン。ニトロセルロースって何これ。多分爆薬かなんかなんだろうな。シアン化物、これあれか、腐食性燃料か。発火、こんな感じだな。もう美味しい。馬2万以下の仕事がないぞ。あ、馬すごいじゃん。え、じゃ5回仕事パチンって決めたらトラック1台買えんじゃん。レベル上がるっていいな。今54分か。まあ1時間くらいまでだらだらなんか普段見せてないところ出したりしてやっとくか。今あれだな、達成率がイーストを入れて 37% か 7% か。結構走ったな。意外と南が行ってねえんだよな。ここお楽しみにしてると。イギリスも、イギリス頑張れ。これ全部埋まるな、簡単に。まあええわい、お楽しみだな。あんまな、全部埋めるっていうのを、そういうなんか、パーセンテージ埋めとかをするの好きな人じゃないんで、実績とか、あんまり。仕事の都合で自然と走っていくのが好きなんで、なんか不自然にわざわざ別ルート通ったりとかね、そういうのはあんまりする気がないタイプの人間なんで、どう埋めていくか分かんないな。100% にはしないと思う。大体そんな感じ、他のゲームも。必要な分だけ、やるっていう。でまた気が向いた時に残ってるところがあるとまた楽しみが残ってていいんだよね。 100% にしたらもうなんか別のステージに行かなきゃいけないから想像つかないわい。今ちょっとクイックジョブってどうなってんの。レベル上がると、あ、レベル上がるとクイックジョブもなんかお高い万円だな。へえ。でも会社の防備機ひでえや。トラック乗れんのがいいんだろうな。最近ね、金貸しからメール来ないんだよ。これ随分前に来て金貸しだな。金なんか借りたことねえ。絶対借りねえから。大阪人に怒られちまう。ん？トラックディーラー。
あ、俺レベル相当上がったかな。なんかあんのかな。あ、通便欲しいんだよ俺次。通便つかスカニアが欲しいんですよ。これ店の差って何なんだろうな。あー、ロッテルダムに移動し、へえ、あ、ディーラージャンプできんだ、へえ、いいよ。やっぱかっこいいな、このマークだよな。アークトロス、へえ、お、なんか眉毛みたいで顔かっこいいな。俺が一番下のグレードか。下取り価格、受け取り金額。うん。ああ。天板の、ああ、そうそう、俺これ、この形のこのでかい面がいいんだよな。かっこいいな。で、多軸にして、上のグレードってどうなってんの？ああ、ふん、おお、でけえの欲しいね。うわー、かっこいいな。グレーにしてさ、ベンツカラーで。でも黒もいいな。おいくら万円だよ。そんな高くなくね。あ、18万か。ちっちゃいので9万。やっぱ面がでかくてパワーがあるのがいいな。一番下320か、終わってんな。使えたもんじゃねえ、320馬力とか。どうしようもねえよ。やっぱせめて500からだよな、次は。上り坂超えたよな。結構高めのギアでも登ってく感触が欲しいんだよな。多軸、多軸、多軸、次は20万コースか。これだな、この辺りだな。お、結構時間経ってきたな。あと1分で解散だ。やめらんね、ちょっと待って。多軸、多軸、ミッドリフト。ああ、ガスを圧迫しないパターンもあんだ。え、あ、でも設置してた方がいいんじゃねえだったら元から。エンジン。ここガツンと500まで上げて。ああ、え、危ない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 。ごめん、1時間過ぎるぞ。あ、おお、あれ、1時間過ぎるぞ。なんだこれ。これか、さっきの。ちょっと内装とか見せてくれよ。おお、うわー、いやー、スカニアよりこっちだろ。内装かっこよすぎだろ。あ、しかもアナログメーターだ。ちょっとエンジンかけさせてもらえませんか。あ、パネル、ナビが埋め込みで。そりゃそうだよな。俺のボルボポン付けだからな。うわ、かっこいい。すげえかっこいい。ああ、足元のミラーか。ちょっとミラーとかどうなの。もうちょっと、これは、ああ、
牛風ね。うぜえかあんな日差しが。あーちょっとエンジン吹かしていいな。うわーかっこいいなロゴが。メーター周りとかもすげえな、飛んでんな。もう視認性いいな。右が何あれなんだ、ガソリン水温、左がガソリンで右なんだ水温か。うーんオイルかな。あ、居住スペースだ後ろ。最近あの実写のトラック動画見てっから あれだ、あそこ寝食スペースだ。へえ。あ、キャンメタ、あ、発電だ。ベンツだベンツだ。あもう黒も飽きたら、ここの移動で結構楽しいな。あーシルバーだな。うん、スタンダード。何がち、おおウッド、これなんだこの模様、やばいじゃん、シックじゃん、大人じゃん。いやこっちもいいんだけど、なんか機能増えたりすんの。たっけーよバカ、俺もいいな。ウッドか、うわ綺麗ハンドル周り。あーでもこっちの方が仕事してる感あるな。いやこっちいいな、ちょっと高級感あるな。悩むわ。あミッションだ。あこれバックが12速 R28、 バックギアが2速になるやつかな。エンジンがレベル20で最大か。お、これがいいな。へえ。うん、6輪で。うん、まあこれだな。ちょっとシルバースターとかいい、やっぱり渋い。キャンメタシルバーがいい。フロントグリル、うーん、タラさんの言ってる通り、ここまで出来がいいともういじりようないよな。コンセプトカーみたいなもんだ。いらねえなー、見た目が良くねえな。こうツヤッとしてんのがいいな。もうだってこれ、うーん、でもバーがついてんのがちょっとあれだからな。ホイールはいじれんじゃないの。通便に赤ホイール合わねえ。やっぱ黒、シルバー使ってるから。いや黒は落ち着いちゃうけどダメなんだよ。もうちょっと、あー太郎さんの言う通りいじる必要ないな。あこっちの、あーねー全然いいやこれで。あサイドスカートだ。あー大人だねー。大人だねこれ。いやでもあえてなくてもなんかいいな、一体感すげえな。メタリックラインなんて遊んでるな、入ってるな。いやメタリックラインなしで、で内装もほぼいじるところなく、
ないね。ミラーの位置もないね。ん？あ、タイヤタイヤ。ダメだな、遊んでるな。ちょっと遊びがきついわ。やっぱタロさんの言ってる通りベンツはいじれねえな。もう見た目が良すぎるからいじれねえけど、かっこいい。お、ステップ。いや、これはワンポイントになるから黒だろう。メタリックパーツか。うーん、これ結構悩むな。やっぱいらね。サンバイザーいらね。黒だな。マスカニアも欲しいっちゃ欲しいんだけど、この出来の良さ見たらベンツかな。かっこいい。やべ、10分もオーバーしてんじゃん。止めなきゃ。クソ動画になっちまう。いくら？20万か。10本走りゃいいのか。倉庫買うん、倉庫買ってトラック買って従業員、あれ、倉庫とトラックの順番って逆でもいいんじゃねえの。トラック買って金貯めてから、あ、でもトラック2台目置けないのかな。聞いてみっか。さすがに70分はまずいな。おっしゃ、ちょっとやめるわ。行かないよ。スカニアには行かないよ。やめとこ。え、キャビン調整。あ、こんなことできんだ。そうなんだ、知らなかった。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。へー、あー、すごいねこのゲーム。え、何をやったんだ俺。あ、キャビン調整か。最大限の快適性を得るためにシートの位置を調整します。あ、これ首振りだもんな。
面白いな。これ今度やっとこう。もうやめるぞ、本当にやめるぞ。じゃあご視聴ありがとうございました。またの回で。ではでは。